1万円の定期積金からでもいいので、親金とのね、つながりというのを持っていって、より深い関係になっていただくといいのかな、というふうに思います。銀行は効率よく稼ぎたいので、大きい額一気に取引したいわけですね。信用金庫との取引というのを大事にしていった方が、会社にとってはプラスになる。どうも、一ノ沢翔です。今日はですね、信用金庫が銀行と比較した時にですね、なんでそんなに中小企業に寄り添って、親身になって対応してくれるのか、ということについてお話ししていきたいなというふうに思います。この動画を見ていただければですね、あ、信用金庫ってそんな風に考えてくれてるのか、銀行そういう風に考えてるのか、だから自分が取引するべきはどっちだなっていうのが判断できるようになるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひね、最後まで見ていただければなと思います。じゃあまず前提としてね、信用金庫なんかも含めて、銀行っていう風に皆さん言っていることが普段は多いんじゃないかなと思います。まあ普段はね、私もあえてそれ分けたりせずに全部銀行って呼んじゃってるんですけど、実はね、この銀行と信用金庫って全くの別物なんですね。銀行っていうのは銀行法という法律の制限を受けることになるんですけど、信用金庫は銀行法ではなくて、信用金庫法っていう別の法律があって、これの制限を受けてるわけです。あんまり聞いたことないですよね、信用金庫法って。あるんですよ。ちなみにですね、信用組合っていうのはまた別の法律がありまして、中小企業と協同組合法っていうのと、協同組合による金融事業に関する法律っていう法律が根拠になってるんですね。はい、大丈夫です。これ覚えなくていいです。覚える意味がないので、まあ法律、別々の法律で管轄があるんだなっていうふうに、まあそこだけ覚えておいていただければいいのかなと思います。で、大きな違いっていうのは、銀行は株式会社ですよ。営利法人ですよっていうところ。これに対して、信用金庫だったり、信用組合、信組ですね、は、非営利法人なんですね、実は。利益を目的としてないっていうことです。やっぱりね、地域社会の発展に貢献する、まあこういったところも目的の一つになってくるのかなと思います。なので銀行っていうのは全国誰とでもね、どんな企業とでも取引できますけれども、信用金庫、信用組合っていうのはそういうわけではないんですね。全く地域に関係ない別のエリア、例えばね、北海道の信用金庫が沖縄の会社の支援をしたりっていうことはできないわけです。これはもう明確にできないんです。やらないんじゃなくてできないんです。で、この地域だけの限定じゃなくて、会社のね、規模っていうものも限定がありまして、例えば信金の場合は従業員300人以下、または資本金9億円以下の会社しか支援することができません。つまりですね、上場企業などのいわゆる大企業ですね、まあ、こういった会社っていうのはそもそも会員資格がないんで、信用金庫の会員になることはできないんです。なので基本的には融資も受けることはできないということですね。まあそもそもそのクラスの会社が信用金庫の融資を受ける意味があるのかっていう話もなってきますけども、そもそも取引できないんですね。で、信用組合、新組っていうのはさらに規模が小さくて、従業員300人以下、または資本金が3億円以下、まあこれが基準になってます。で、業種によってはさらに規模が制限がかかっています。で、この対象エリアに関してはですね、新金、新組のホームページ見れば書いてありますので、まあそれをね、見てみていただければなと思います。信金っていうのは、まあ、ネガティブな表現をしてしまうとですね、その地域から良くも悪くも逃げることができないんですね。という縛りがあります。その活動エリアがね、ある程度限定されているので、そこからね、そこでうまくいかなかったから他に逃げるみたいなことはできないんです。なので、その地域内で悪評が立ったりするとですね、まあ、商売できなくなっちゃいますよね。もう誰もその信金と付き合いたくないっていう風になってしまったら、そこで生きていけないわけです。まあ、そうなってしまうとやっぱり困りますよね。なので、中小零細企業であっても、銀行があまり相手にしてくれないような会社であっても、もう存在に扱ったりというそんなようなことはできないわけです。なので基本的にね、担当者レベルで見てみても誠実に対応してくれるいい方っていうのが非常に多いですし、支店長なんかも結構簡単に会えたりします。まあとはいえですね、中にはやばい行員もいてですね、業務上横領されちゃったりみたいな話も、お客さんのお金盗んだりね、そんな話もね、少なからずあるので、あんまり変な提案、イレギュラーな提案をされたらですね、あ、信金だとそういうことあんのかなと思わずにですね、おかしいと思ったらその提案に乗らないように気をつけてください。例えばね、これ実際あった話として、信用金庫からね、融資を受けましたと。融資を受けた際に、そのね、信用金庫の担当者が、あ、そのお金じゃあ一回下ろして俺預かって、その御社の仕入れ先とかに俺払う手続きとか全部やっとくからとかね、そんな提案あったら、ああじゃあお願いしますで任せたら絶対ダメです。ちゃんと履歴が残るように振り込みで支払うようにしてください。その提案に乗っちゃったばかりにですね、お金そのままね、持ち逃げされちゃいましたみたいな話が実際あったりします。定期積金、毎月毎月のね、積み立て現金で、そのね、行員担当者が毎月会社に来てくれて、1万円預けて、それをね、定期積金という形で積んでいくっていう、こういう取引があります。この場合はね、現金渡すっていうのは当然あるんですけども、まあ、こういったもの以外で、基本的に現金触らせちゃ絶対ダメです。
あとですね、銀行と比較したときになんで新金新組がね親身になってくれるかっていう話で言うと、規模的な問題というのも結構あります。どういうことかっていうと、銀行っていうのはですね、株式会社ですね、営利目的なので利益を出したわけです。で、取り扱っている預金の総量ね、お金を持っている量っていうのもめちゃくちゃ大きいので、でかい取引をして効率よく稼ぎたいわけですね。1000万円の融資を何百本もやるよりも100億円の融資1本やればめちゃめちゃ手間省けますよ。それ1人でできますよね。でも1000万の融資を100億円もやるって言ったら、1000本でそれ1人でできますかってできないんですね。何人も担当者が必要になってきますっていうのがあるので、銀行は効率よく稼ぎたいので大きい額一気に取引したいわけですね。やっぱ融資ね、一本一本契約して金銭消費対策契約書を作ったりとか、まあ、手間はねある程度同じぐらいかかるわけですね。金額が大きくても小さくても。なので銀行は効率よく稼ぎたい、だから大きい取引先となるべく取引したい、安全な会社でたくさん借りてくれるところと取引したいっていう意向があるわけです。だから小口でね、都銀であったり地銀の大きいところで行くと存在に扱われたりしちゃうわけですね。まあなんかお金貸してほしいんだけどって言ったら、あ、じゃあ検討しときますねって言って資料預かったきり落とさた全くない、放置されてるみたいなことって経験ある方も多いんじゃないかなと思います。一方ですね、信用金庫というところはですね、どうかっていうと、信用金庫は預金量が1兆円を超えるとメガ信金っていう風に言われるぐらいで、取り扱っているお金の総量っていうのが、まあ、基本的に銀行と比べると少ないんですね。ですし、そもそも非営利なので利益を目的としている法人ではないわけです。だからね、信金のね決算書なんか見てみると利益もやっぱりね10億円単位とかそんな多くない金額なわけだから、1社に10億100億とか逆に貸してしまうと、そこが倒産したら一気にね業績赤字になっちゃったりっていうことになりますので、逆に信金信組の場合はそんなに大きな取引できないわけです。そこに1社にリスクをかけるということはできないんですね。なので1000万2000万みたいな小口をめちゃめちゃいっぱい積み重ねていって、ちょっとずつ利益を取っていくということをやっているわけです。だからね、銀行があんまり扱いたくないというような小さい案件も丁寧に取り扱ってくれるという、まあこういう違いがあるわけです。いや、そうは言っても保証協会付きの融資だったらリスクもないわけだし、銀行もやってくれるんじゃないのと。もちろんね、それ取り組んでくれる銀行というのもあります。あるけど銀行員ね、営業の立場からすると積極的にやりたい案件かっていうと、1000万円の保証協会付きの融資ってそんなやりたい案件じゃないです、銀行の担当者からすると。ですし、申し込む側からしてもね、やっぱ保証協会付きの融資ってどこに申し込んでも一緒なので、やっぱりね、信用金庫との関係性を深めておいた方がですね、やっぱりね、困った時にもある程度親身になって対応してくれるという可能性が高いので、そっちの方がおすすめですということですね。はい、ということでですね、今日はちょっと短い動画になりますけれども、信用金庫と銀行どういう違いがあるのか、なんで信用金庫はね銀行に比べて親身になって取り扱ってくれるのかというお話をさせていただきました。やっぱりですね、前回の動画でもお話ししているんですけれども、取引する金融機関ですね、これは会社のね規模ステージによって変えていくっていう視点が必要かなと思います。まあ、さっきのお話で言いましたけれども、小口であれば信用金庫信用組合っていうところと取引していく、まあ、こういったところがいいのかなと思うんですけれども、ステージ上がってくるとね、逆に信用金庫信用組合ではもうちょっと手に負えませんっていう風になってくるんですね。そうなったら地銀ですね、いわゆる地方銀行と言われるところ、まあ、例えばね神奈川なんか横浜銀行ってありますけれども、こういう地銀と言われるところと規模がある程度大きくなってきたら取引していって、そこからさらに伸びてめちゃめちゃ大きくなって、もう年商100億円とかね大きくなっていったらメガバンクというところとちょっと取引を始めていくという風に、会社の成長ステージによって取引をする金融機関というのを変えていくというのがいいんじゃないかと思います。で、日本に存在する、まあ、ほとんどの会社はいわゆる中小零細企業と言われる会社ですね、まあ、大体年商ベースで言ったら3億円以下ぐらいであれば、ほとんど新金新組でこと足りると思います。で、3億円超えてくる会社って中小企業の中で言ったら少数派なので、まあ、大多数の方は実はあんまりね意識してないかもしれないですけど、信用金庫との取引というのを大事にしていった方がですね、会社にとってはプラスになるという可能性が高いと思いますので、そういう視点なかったなという方もですね、ぜひねそんなところも意識して、まあ、1万円の定期積み金からでもいいので、新金とのねつながりというのをちょっとずつ持っていって、より深い関係になっていただくといいのかなというふうに思います。ということでですね、本日の内容は以上になります。このチャンネルではですね、こういった中小企業の金融の話であったり、財務ですね、会社にどうやってお金を残していけばいいのか、どういう考えでお金を使っていけば会社に残るお金を最大化できるのか、税金なんかも含めですねお話ししておりますので、ちょっとでもね参考になった、興味がある、応援してもいいよということであれば、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ということで本日は以上になります。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が少しでもいいねと思った方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また動画概要欄から LINE アットの登録もよろしくお願いします。では次回の動画お楽しみに。